はい、どうも、サババカです。今日はですね、今、川崎日光ホテルに来てるんですけれども、今日はね、何をしようかと言いますと、今から那覇空港の方に向かおうかなと思います。今からね、京急電車、京急に乗って、羽田空港に行って、そこからの飛行機に乗るんですけども、今日結構面白い飛行機に乗りまして、まあ本来多分、シートマップを見た感じでは、国内線仕様なんですけれども、機材がボーイング767-300 だったかな、なんですけれども、なんとね、いつもは2、3クラスあるんですけれども、今回は2クラス、2クラス制の、運行となってます。まあ、もちろん普通席と普段なら、ボーイング737とかでしたら、クラス J と普通席の2クラス制なんですけども、今回はそのクラス J がないという設定になってます。シートマップを見る限りでは多分国内線仕様でなんですけども、まあ、ちょっと JAL さんのね、ちょっとシステム不良なのか、ちょっとミスなのか、ちょっと真意はちょっとわからないんですけれども、今回乗る座席が、ファーストクラスと普通席の2クラス制っていう風になってるんですね。まあ本当 JAL そこまで詳しくないので、なんでそんなことが起きるのかっていうのがちょっとわからないんですけれども、まあ、一応ね、おそらくクラス J だと思われる座席を今回、予約しております。まあ、ほんとね、JAL に詳しい方、こういったことたまにあるのか、ちょっと気になっているので教えていただきたいんですけれども、まあ、本来ならクラス J の含めた3クラス制で行くとは思うんですけれども、なぜか今回はね、クラス J が普通席扱いとなってて、そこをね、普通席扱いの運賃で予約できたという、ちょっと謎な現象が起きてたので、こんな初めてなのでね、ぜひ、ちょっと今回乗って、どういう風になって、こんな風になったのか。まあ、すいません、ちょっと日本語はね、あれなんですけれども、ちょっとね、見ていきたいなと思います。フライトが午前11時20分。初の、那覇行きだったと思いますので、今ちょうど9時なので、そろそろね、ホテルチェックアウトして羽田空港の方に京急川崎駅から向かいたなと思います。いやー、どうなるんでしょうかね。後ろ普通ならクラス J のね、枕カバーというかついてるんですけども、それが普通席用に変わってるのかっていうのもすごい気になってて、まあちょっと謎すぎるフライトなんで、ぜひ乗って、みたいなと思います。では、行ってきます。はい、ではね、日光ホテルチェックアウトしたので、京急川崎駅行こうと思います。ああ、いい天気だ。出発ロビーの方にやってきたんですけども、やっぱりね、変更ないみたいですね。クラス J が設定されてない路線みたいです。今回乗る飛行機が11時発これですか。あとあと11時20分発沖縄那覇行き JAL 913便なんですけれども、こちらがやっぱりねないんですね。クラス J、クラス J 真ん中なんですけれども、まさかのクラス J 設定なしなんですね。他はねやっぱ絶対あるんですけれども、なぜかこの便だけクラス J が設定されてないって。いやー、ちょっと本当に気になるな、これなんでだろう。とりあえず、ちょっと荷物預けたいのでチェックインしていきたいなと思います。今日はね、平日なんですけど、ちなみに羽田空港混雑そこまでといった感じではないですね。まだ9時、10時前なんですけども、そんなに人がいるっていう感じではないです。でもまあ一時期と比べたら本当だいぶ戻ってきたっていう感じはしますね。いい感じです。
北南ウィングの方から入っていきたいなと思います。ではね、で荷物預けてうちにチェックインも済んだんで、少しだけ、まあ、ラウンジでゆっくりしたいなと思います。いや、やっぱ東京はいいですね。はい、ではね、搭乗口の方向かっていきたいなと思います。朝飯兼お昼も兼用したんで、ちょっとお腹いっぱい食べ過ぎました。ではね、行きたいなと思います。搭乗ゲート15番ゲートみたいなので、15番ゲート迎えたいなと思います。人少ねえな。思ったよりやっぱ人少ないですね。いいっすよね、明るくていい感じの羽田空港です。今日乗る飛行機がボーイング767なので、多分あれが15番ゲートって書いてあるんで、あの飛行機ですね、15番ゲート書いてあるんで、あちらの飛行機になると思います。 JA612J。今日の機材はボーイング767-300ER です。ピッチャル913便、マイルは984マイル、到着時刻は15分、まもなく搭乗予定です。
はい、ということで那覇空港に到着いたしました。うん、やっぱりね、本当にちゃんとした普通席だったみたいで、して客室乗務員のアナウンスの方もね、クラス J という言葉は一切おっしゃらずに、でもね、普通席の前方とか普通席の何列目から何列目の方っていうのがいう言い方をされてたのがね、すごく印象的な、フライトになりました。帰りのね、なぜか沖縄便に関しては、沖縄から羽田に折り返す便に関しましてはクラス J がねちゃんと設定されていたので、多分システム的なものか、多分予約を開始した時にちょっとね、クラス J を設定するのか忘れたのかちょっとよくわからないんですけれども、まあ、今回はお得にね、クラス J シートを普通席料金で、楽しむことができたということになりました。まあ、多分ねすごいレアケースだと思うんで、なかなかね巡り合う機会はないと思うんですけれども、もしね機会があれば、もし見つけられば、ぜひね予約されて、登場されてみてはいかがでしょうか。やっぱりね普通席でクラス J 乗れるっていうのはね、すごいお得感もあるし、とてもね快適に、那覇までの2時間少しの時間なんですけれども、過ごすことができましたので、とても今回はね良かったかなと思います。まあでもなんでかな、なんでこうなったかっていうのはね、やっぱり結局原因がわからないので、まあ、その辺に関してはね、皆さんの憶測にお任せしたいなと思います。